聖夜、紫龍、氷河、春、4人のブロンズセイントたちは超次元を越えてエリシオンへと向かった。その直後、ハーデスに撃たれパンドラによって始末されたはずの一人の男が嘆きの壁の前に現れた。待て、一騎。そのクロス、アテナの血の加護は受けていまい。彼らの後を追えばお前の体は消し飛ぶぞ。確かに、だが行かねばならん。一騎、行かせてあげる。エリシオンへ。その代わり仇を討って。お願い、一騎。仇を討てだと？私は目が覚めたのさ。13年前、私の家族はハーデス様のためにことごとく死滅させられたのだ。地上のハーデス城は本当はこのパンドラが生まれ育った美しい湖と緑に囲まれたハインシュタイン城と言ったのさ。けれどある日、私は外れの小屋で開けてしまったんだ。アテナの封印が施された一つの小箱をね。その時に解放されてしまったのが死の神タナトスと眠りの神ヒプノス。彼らは私に命じたのだ。間もなくお生まれになるハーデス様の魂を守れ。そうすれば永遠の命が与えられると。その言葉通り、母の体内から私の弟としてハーデス様がお生まれになった。そしてその日から私を除く城にいた命あるもの全てが訳もなく死に絶えてしまったのだ。なるほど。そしてお前はハーデスの肉体を得るため幼かったシュンを狙ってきたというわけか。そのハーデスに忠実なはずのお前がここへ来てどういう心変わりだ。お前たちに命の厚さというものをぶつけられ、目が覚めたのさ。これまでの私は何もかも灰色に見えていた。空の色も草の色も血の色も。だがこの地獄でお前たちに出会って思い出したのだ。空は青く、草は緑、血の色は限りなく赤いということを。これを受け取れ、一騎。それがあれば冥界のどこへでも行ける。たとえこの超次元でも。パンドラ、真に恐るべきはタナトスとヒプノス。彼らは神。たとえどれだけ離れていても私を殺すくらいわけもないことなのさ。こんな風にね。しっかりしろ、パンドラ。わかったよ、パンドラ。お前の悲しみはこの一騎が引き継ごう。そして必ずハーデスの野望を粉々に打ち砕いてやる。だから安心して眠るがいい、パンドラ。